はい、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。おうちで簡単第12号です。今回作るのは一人暮らしの男の定番おかず、豚キムチです。まあ政治的には僕は韓国のことは好きじゃないですけど、食文化となると話は別ですからね。うまいものまで嫌いになる理由はありません。本当は家庭でキムチをつけるのもやってみたいんですけど、今回は店で買ってきたキムチを使ってお手軽に作りたいと思います。それでは早速いきましょう。今日のおうちで簡単豚キムチです。材料です。キムチ、豚バラ肉、玉ねぎ、鷹の爪、生姜、ニンニク。調味料は後で紹介します。どんどんいきましょう。食材をお好みの大きさに切っていきます。特に辛みを効かせたいなら鷹の爪は輪切りがおすすめです。生姜やニンニクはみじん切りがいいでしょう。フライパンに油を入れ、鷹の爪、生姜、ニンニクを入れて加熱します。次に豆板醤を投入して焦がさないように注意しながら油になじませていきます。フライパンが温まったら肉を投入します。続いて玉ねぎ、火が入ったら醤油、それからオイスターソースを入れます。キムチを投入して白菜にしっかり火を通しましょう。最後は盛り付けです。辛みが足りないのであれば七味でも加えてください。はい、完成。出来上がりはこんな感じです。辛みが効いてご飯が進みますよ。これを作るとフライパンを洗うのが大変なんですよね。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。